さんこんにちは、ヨッタムランチェーンです。今ですね、世間を大変騒がしております、新型コロナウイルス、本当にですね、中国、遠く離れた、ヨーロッパ、イタリアの方とかね、そして私たちがいる日本でもですね、出てしまいまして、ちょっとですね、学校とか、イベントとかが中止になったりとかねして、大変困っております。そんな中ですね、うち京都マランチュ、当店もですね、3月といえば、3月入ったらですね、新しい新婚の入荷があったりとか、2歳親を起こしてですね、皆さん見ていただいたりとかですね、賑わうところなんですけども、ちょっと困ったことにですね、そういう影響もありまして、対面販売とかを中止せざるを得なくなりまして、これから先のね、スケジュールもね、本当は決めてたんですけども、今どうしようかなって言ってね、考えている、段階になっております。はい、そんな中ですね、この商品はいいんじゃないかと思うのを発見しましたので、今回そちらをご紹介したいと思います。それがこちらだ。シャープ LED シーリングライト空気清浄機 FP83。 はい、こちらの商品はですね、UFO でもウーマでもありませんよ。それはさておきですね、こちらですね、皆様ご家庭には必ずありますよね、天井に、つけて、使う、照明器具になっております。はい、こちらはですね、LED を使っておりますので、 LED シーリングライトと言います。そしてですね、ただの蛍光灯じゃない、そう、この真ん中に空気清浄機が詰まってるんですよ。はい、まずはですね、とりあえずプラズマクラスターって何ぞやっていうところから説明していきたいと思うんですけども、皆さんもう知ってる方は多いと思います。このね、ブドウのちゃんのマークを見たらね、私も音楽が流れてくるんですけども、プラズマクラスターシャープだけっていうね、 CM のメロディー頭に残っております。はい、それでですね、家電量販店とか行った時にですね、このマークを見ただけで、これはむちゃくちゃええやつやとかっていうね、分かるんですけども、一体そしたらこれがですね、何をしてくれるかって言いますと、まずは第一、ウイルス、菌ですね、それとですね、私も今メガネしばしばしておりますけども、花粉、そして PM2.5 というのをですね、吸って、ここからスワーあとね、マグネシウムから吸って、こうしてろ過って言ったらいいですかね、ろ過をしたのをこの周りからね、ブワーッと綺麗な空気になって出してくれると。それとですね、こちらですね、シーリングライトと、空気清浄機が合体してます。本来ね、空気清浄機といったらですよ、結構ね、大きいんですよ、場所取っちゃうんですよ、ほんとこんぐらいの、ちょっとしたね、大きさで存在感があったりと、足元に置いたりしたら、やっぱりこうドンとあったらぶつかって怪我しちゃったりとかね、これがですよ、風船とシーリングライトくっついて天井に上がることで、広々場所が使えるというのは、それもすごいと思いますね。はい、それではですね、いろんな機能をご説明しましたんで、実際ですね、天井にくっつけて、どんな感じで動くか皆さんにお披露目したいと思います。はい、それでは、操作方法をご説明したいと思います。こちらのリモコンを、使用します。これですね、皆さんご覧ください。こちらに点灯、消灯、当たり前ですね、それがついております。そして下にですね、空気清浄機、いりきり、そして風力、風力がですね、3段階になります。そして、その下のこのね、まん丸いものは、この真ん中を押すと前灯になります。そして上と下、こちら明るさ、暗さ、そして暖色、寒色になっております。そしてですね、この、シーリングライトは、このすべてのこのね、暖色、明暗、これがですね、10段階に調整できるんですね。細かく設定できます。そして、この下にですね、皆さんこれ何や思いますでしょうか。私も最初びっくりしました。八重桜とソメイヨシノというね、
明るさモードがあるんですけれども、こちらはですねシャープさんが、開発に、すごくねこれはいいんじゃないかとつけられたものなんですけども、こちら目に優しくてリラックス効果があるというね、その桜色になるモードがあります。あとで実際にやっていきたいと思いますんでね。はい、そして、下はですね、消灯タイマー、常夜と、ちっちゃいね、夜の音つけるやつですね。そちらとですね、キレイモニターの、まあ、明るさというので、まあ、こちらもですね、後でご説明します。はい、そしてですね、最後になりました。このパワフル運転はですね、このね、30分間だけこうバッとね、最強モードにして、やってくれるモードになっております。はい、それでは実際に威力を見てみましょう。お、すごい吸ってる吸ってる、ほらほら、ここ、この入り口から吸って、もうすげえ。お、そしてここね、ちょっとブルーのこうライトついてるの、ここからは一切出ておりません。すごい急に、もうすぐすぐどんどん吸って吸ってる。このライトからも分かりやすね。分かりますか。はい、はい、それではですね、今のモードが、はい、前灯モードになっております。はい、それではですね、ちょっと、明るさを落としていきたいと思います。10段階いきます。はい、ここまでです。はい、それではまたターッと上げていきます。明るさ上げます。はまぶしくなりました。はい、それでは暖色いきます。ほっとな、はい、こんな感じです。はい、それでは寒色、はい、まぶしい、はい、こんな感じです。そしてですね、先ほども言いました、この、2つのモードいってみます。はい、八重桜、ほっとなはい、そしてソメイヨシノ、ポチッとな、あー言われてみよう、落ち着く色ですね。はい、こんな感じで、照明は全モードこんな感じです。はい、それではですね、風船の方もやってみたいと思います。まずはですね、この私がちょうど指差している真上にですね、青いランプが点灯すると、空気清浄機が入っております。それではですね、押します。ポチッとな、はい、では青いランプが点灯しました。これで、空気清浄機が動いております。それではちょっと段階を上げていきます。はい、最後になりました。こちらの、キレイモニターのボタンですね、押しますと、先ほども言いました、ブルーのライトついてるところの明るさが切り替えれます。はい、ちょっとやってみます。はい、これ暗くなりました。はい、そして消えます。まあ、これだけのことなんですけどね。はい、それでは今回ご紹介しました商品はシャープ LED シーリングライト、空気清浄機 FP83 のご紹介でした。実際ですね、私が約1年間、使用してみて、あ、良かったなっていうね、ちょっと感じるところもあったんで、今回ね皆さんにご紹介しました。まあね、今、困っている、まあ、ウイルス問題、まあ、その上にですね、この商品はですね、菌とか、まあ、花粉、まあ、匂いとかほこりも、まあ、きれいにしてくれる効果があるという商品ですし、あとですね、私が、こちらを最初買った時はですね、10万円ぐらいというね、まあ、結構高額な商品やったんですけども、まあ、今調べたらですね、まあ、値段の方もこなれてきまして、大体、6万円、7万円台で、買えるようになっているようです。はい、この動画が良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただくとめっちゃ嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。綺麗な空気がやっぱりいいなー。